そしては、対応が始まりました。今日来てるメンバーは大丈夫。この時間内にグラレコをきちんと完成して、60分間ゲストに話をしてもらいます。90分の中は残り60分。残り時間は質疑応答。さっきも和田さんが言ってましたけど、引き伸ばしたこと、もっと深く理解したいことも含めて、バンバン質問が飛ぶというふうに想像しています。なので、遠慮なく後で質問してもらって、いいです。あと、間違えた時用の、まずそのこと質問してないですか？あ、そうですね。はい。間違えた時は修正ペン間に合わないので、ここに白いペン、あのシールが、ちっちゃいの大きいのを用意しています。なので、あとポストイットとかもあります。手前でメモしながら、バンバンブラリックレコーディングを同時並行にしていくと思うんですけど、もし間違えたら、シールとかあるので使ってください。で、いずれにしても、基本提出は、この授業が終わった90分後には、みんな提出するということを、こちらは期待しています。間に合わなかった人は1週間以内、来週の授業までにきちんと書くということ。もしくは、今日来ているメンバーに話してもらわないといいなんですけど、今日この場に来てない学生、友達がいたら、来てないのに今泉さんの話を想像して比べを書かないといけない超難関な課題なので、基本来週以降も必ずここに来た方が、いいと思います。はい、ということで、授業説明は以上で、今日のゲストは、キーワードだけ空想地図の専門家として、今泉さんに、もしくは、通称チリ人さんですね、はい、に来ていただいたので、まずはじっくり話を聞きましょう。じゃあお願いします。はい、ご紹介に預かりました今泉と申します。素を出すとかなり早口今日はグラフィックレコーディングなので早口ではますということで努めてゆっくりなるべくスライドも押さずにゆっくりとリターンキーを押したいと思います。はい、職業を聞かれるんですが非常に一言で説明しづらい状況です。ですね、地理学にいたのは大学の前半です。18から20までは大学の、地理学にいました。ところが3年生になってから大学も変えるし専攻も変えるということで、なぜかというと、地理的なものの見方は好きだったんですが、地理学を世の中に生かすにはどうすりゃいいんだと思ったときに、学校の先生になるか、大学で研究者になるか、学校から抜けられないじゃんってことに気づいたんですね。何より私、学校というところが得意じゃないので、これは抜ける道がないぞ。ということで、じゃあ町づくりだとか、地域に何か力を及ぼすというか、地域の何かに役に立てるという方向、町づくりってどうだろうと思った時に、都市計画とか、建築とか、あれは理系なので文系からそのまま転じることが難しい。そうすると文系で町づくりを学べるところが経済学部の町づくりの研究だったんで、そっちに行こうということで移りました。はい、でその後 IT 企業で2年間を経てその会社を学んで辞めて、で、手元でできることで、自営業をやっていった結果、地理地図系の自営業になっています。記事を書くこともあれば研修をすることもあればデザインをすることもあるということですね。はい、いろいろですね。全部は言わないでおきます。言ってもいいんですけど、言うと多分途中スライドの途中で、あー60分経ちましたみたいなのはい、で、最初に空想地図って何なんだって話だったんですけど、今画面に出しているものです。実在しそうだけども実在しない舞台の地図をゼロから描いています。で、これをですね、印刷すると結構な大きさになります。横3次、まあ、興味あったら前に後で置いておくんですけど、はい、こんな感じです。地図です。今のグラレコしたら面白いですね。こけた絵みたいな、はい、で、こんな感じで東西13キロ南北11キロの空
空想地図いつから描き始めたかっていうことも含めてですが、7、8歳から描き始めてます。始まりはこんな感じで、今もそうなんですが、もともと路線バス好きです。路線バス好きだったことで、バスの路線図を見てたりしました。それで、架空のバスの路線図を作ってます。まあ、ちょっと一部だけ拡大してみると、よいしょ、架空の地名考えるの大変なんですね。この時川部、何部、阿部、左の辺変えただけでそういうことですね。そんな感じで、どうもこの駅前のたくさんのバス路線が集まる感じから、もう田舎のこうひょろひょろのちょっとの路線しか走ってない感じのコントラストを描きたかったんだと思われます。そのとこんな感じで、あ、地図だと、そうですね、この辺とか、まあ、手がおぼつかないですよね。まだまだ等高線で山を描こうとしてるんだけど、ちょっと形に無理がある。で、この右下のひげの反り立てみたいなのは多分砂浜で、今から石油タンクの埋め立て地を作ろうとしているみたいなところを描きたかったんだと思います。はい、でこれが小学校2年生です。小学校5年生になると、あ、4年になると同じになります。色が登場します。ボールペンが使えるようになります。しょうがないな、しょうがないですね。で、これが小学校5年になると、こんな感じで、あ、地図っぽくなってきましたね。はい、で、この頃から実は、今書いているあの年の原型が始まります。で、この後書き直しがどんどん進んでいきまして、こうどんどんこれは町の都市の近くに湖を吹っ込んでみたらどうなるかとかやってみたんですけど、まあ難しい。これはちょっと中1でやるべきことではなかったですねそういう反省もいろいろあって書き直しが進んで、これ高校1年の時なんですけど、結局色鉛筆と、まあ、今もまさにグラフィコのこの状態に近いんですけど、最初からペンで、そしてペンと色鉛筆を使って書くと書き直しがものすごくしにくいんですね。で、いろいろこれをやってて無理が出てくるんです。何がどう無理が出てくるかは後で言うんですが、無理が出てきます。で、修正しやすい方がいいなということで、高校になってから色を消して、完全に鉛筆の下書きに徹します。で、ある程度の形になってから、イラストレーターっていうソフトを高校3年から大学1年の春休みにめちゃくちゃ暇だったので、その時に言ったら、これは地図ソフトじゃないかってことに気づいてですね、太い黒い線の上に白い細い線を重ねたらどこになりますからね。で、こんな感じで地図を作り始めました。で、でもね、これって結局高校の時に書いた下書きをそのままトレースしているので、高校生って大学行ったことがあったりしますあるんだけど、そのオープンキャンパスで行ってるゲームなんでよく知らなくて、結構倉庫街みたいにただ四角形並べただけの大学になってたので、後でいろいろ書き直しをしたり、この地形はないなってことが気になったりして、後でどんどん修正を加えて今はこんな感じになっています。はい、結局早口になってるはい、ということで、よくある質問と回答の時間です。よくある質問ですが、なぜ地図を描き始めたんですかと、今日の午前中もとある打ち合わせで聞かれました。聞かれるだろうなと思ったんですけど、聞かれました。しかし、当初うまく答えられません。そらそうなんですよ。なんで描こうなんて思ったことないからです。で、考えてみると空想地図はおままごとやごっこ遊びに近いものです。例えばお花屋さんごっことか、お父さんお母さんになるごっこみたいなものは、家族や花屋という行ったことのある、あるいは上がったことのあるようなモチーフを身近な身体表現ってもので真似ていくという過程だと思います。ということで、地図っていうのは、まあ、同じ構図ですね。